カーメル・バイザ・シーはアメリカ・カリフォルニア州の小さな町。通常、カーメルと略される。モントレー群に属し、西は太平洋、北はモントレー半島に面する。サンフランシスコからは南に約1 9 0キロメートルロスアンゼルスからは北に約5 3 0トルの位置にある。人口は4081人。 周囲の美しい景観と芸術家の集まる独特の雰囲気で知られる。1906年、芸術家や詩人の集まる街、1910年、カーメルの60%の住居が景観と融合した芸術として建設されたとの特集記事がサンフランシスコの新聞に掲載された。この頃の議会は芸術家たちに支配され、また歴代の市長には俳優、 詩人、作家などがたびたび選出されている。クリント・イーストウッドも1986から1988年にかけて市長を務めた。愛犬家とペットに優しい町でもあり、多くのホテル、レストラン、商業施設などに犬を連れて利用することができる。西洋諸的な町を目指し開発が行われたため、 警官や住環境保護のための特殊な法令が多数制定されており、一部は警害化しているが現代でも残っている。例として、街路樹の根を保護するため、許可なしでハイヒールを着用してはならないというものがある。日本との時差は17時間で、サマータイム時では16時間となる。この地域には先住民族である。 エッセレン族が居住していたが、6世紀頃に力を伸ばしてきたオローニ族に、南のビッグサーの山中まで追いやられてしまう。1542年、ポルトガル人のフ安ンロドリゲス・カブリリョが、スペイン戦で沖合を航行したが、上陸することはなく北上した。1602年、カルメル海の探検家、セバスティアン・ビスカイノが近くを訪れ、守護聖人、 カルメル山の聖母にちなんで、カーメルと名付けた。スペインはすぐにこの一帯を植民地化することはなかったが、1770年、フランシスコ海の宣教師、フニペロセララが訪れ、アルタカリフォルニアで2番目の電動所を設置する準備を始めた。カーメル殿堂七1794年、ジョン・サイクスが1770年6月3日、開発が盛んになっていた。 モントレー寄りの位置に電動書ミッションサンカルロス、ボロメオデカルメロ、通称ミッションカーメルが完成した。1771年、プレシディオとの対立のために、ミッションカーメルはセラによって、現在の位置に移された。モントレーは1849年までカリフォルニアの、首都として機能し、オローニ族は、スペイン人によってもたらされた、伝染病と迫害によって19世紀までに、 激減することになる。1784年、ミッションカーメルで亡き人となったセラの遺体が祭壇のもとに埋葬された。ミッションカーメルはカリフォルニアにおけるセラの布教活動の本拠地となった場所であり、未開の地に数々の伝道書を建てたセラはしばしばファーザーオブカリフォルニアと称される。1821年、メキシコの独立によりカーメルを含むカリフォルニアは メキシコ領となる。典型的なカーメルの住居1848年、米北戦争でのメキシコの敗退の結果、カリフォルニアはアメリカに併合される。1850年代にフランス人実業家によって、現在のカーメルにあたる地域が買収される。彼の子孫は、現在もカーメルに居住している。1888年、 カトリックの西洋書的な街づくりを目指し、1889年までに200区画が売却される。1902年、現在の形となる区画整理が行われ、郵便局が作られた。1910年、カーネギー研究所によって海洋研究所が設立され、多くの研究者が住み着いた。1916年、姿勢が敷かれ、現在に至る。 ありがとうございます。